絡みづらい芸能人ランキング、いいよいしょ。ということで、ついに、マテンローと、はい、あの大人気、うん、大人気ハーフ芸人の。やめろ、いじってんの ?7 年前です。いやいや、それもやめろ。それもやめろ。7年前も大人気にはなってねえから。デニス、でもデニス、マテンローでも芸能界を席巻してる時あったじゃない。いや、いやだから2ヶ月ね。え ?2 ヶ月。あの時でもすごかったよ。いや、すごかったよ。だって、デニスはいいともレギュラーだったしさ、うん、マテンローだって、もうすぐ食えたでしょ、卒業して。いや、でもそんなこともないよ。その、マテンロはもう一括りにしちゃダメよ。え？え？いや、なんですか？マテンロ。いや、アントニーと俺だから。いやいや、マテンロ二人でだって食えてないもん。こいつが余裕な生活した時、俺全然バイトしてたし。いや、だってそれでもあのピークの時はしてないでしょ。ピークなんてないよ。え、オートニー全部断ってたんじゃないの、オートニーは。そうです、切れちゃうから。切れちゃうから。向いてない、向いてない。だから今日切れないよ。今日切れていいよなお題は用意したからね。切れちゃうから俺。切れやすいお題なんだけどさ、そんなに芸能人にも会ったことないから。いやいや、芸人って切れちゃダメなんだよ。切れちゃダメなんだよ。会ったことない芸能人に切れればやばすぎるから。それ一番やばいから。だから会ったことないけど、一年休みするとか書いてある。いや、それもいい。俺で、オートニーの僕、俺はセカンドブレイクとして、やっぱこの切れ、ほんと笑いにもならないぐらいのガチ切れを、ガチで、俺今、ひろゆきと一番対決してほしいの、オートニーの。まあね。まだ盛り上がるかも、ね。まあ、ガチ切れモードで一回やってほしい。まあ、ひろゆきも笑うんじゃない？いや、そしたら。いや、だって、ひろゆきがさ、とんでもない角度で、知識ある論破してきたときに、てめえ、うっせえよって言う。そう、だから、うっせえ。だから、でも別に、その、黙ってるオタクやろ。何でも論破できるわけだよ。論破できる。ただ、下町のチンピラの切れ方をするだけだから。ただ、威圧するだけだから。でも、それやる芸人って今、一人もいない。まあ、確かにな。まあ、だから、本当に、その、15の夏の時に友達のお母さんに殺すぞって言った時も、あの時のシチュエーションでね。あれ、あれでしょ、オードリーの結婚式でさ、言ってたけどダメだよ。あんなの、友人代表のエピソードで言ったら。でもね、やっぱ人生の中でもさ、いろいろあるじゃん。脳にこびりついてんのよ。友達のお母さんに殺すぞってやつ。あれ、友達のお母さん何で注意しに来たんだよ。もう夜遅くになって、はい、こう15人ぐらいでみんなでわちゃわちゃ遊んでたから、はい、そろそろ家に帰りなさいって言ったら、はい、てめえうるせえな、ばば。殺すぞ。こうは自分の親じゃないからね。ほらもう、はしょりすぎてるから。何が？はしょりまくってる。もともとそういうやつやん。中でもなかったのに。ああ、なるほど。中でもなくなってて、で、ほなら征服したの、うん。はいはい。で、出そうとしたから、危ないじゃん。あ、確かにね。だから殺すぞって言って。いや一番危ない。一番危ない。その、正義感からの殺すぞ、一番危ない。そう。不思議なことに、その結婚式のこのエピソード一番ウケてたね。いや、殺すぞでこんなにウケるんだったら。結婚式で言っちゃいけない言葉言っちゃいけない言葉1位を殺すぞ。こんな凶暴なね、オートニーが嫁に全く頭が上がらない説ね。まあ、上がんないよ。金借りてるからね。いくら借りてるの？120万くらい。リアルだな、おい。いや、120か。まあでも。嫁からなんて呼ばれてるか知ってる？いや、マジで、なんて呼ばれてる？モグラって言われてるの。なんでモグラって呼ばれてるんだっけ？俺なんか、暗い部屋にいる方が好きなの。電気つけたくなるんだけど、家にいる。で、嫁はもちろん明るい部屋が好きだから、自リビングと寝室あるから、嫁はリビングで電気つけていて、俺は寝室に真っ暗にして、携帯とか行ってるけど、そうすると、嫁がなんかやってて飽きてくると、俺の部屋来て、おい、モグラ、お前暗いとこずってるから、お前モグラだよって最初にもうモグラってネタバラシした後にね、暗いとこずって。で、その後カーテンバッと開けられて、おい、眩しいだろ、モグラ、光眩しいだろ、モグラ。いや、嫁面白怖いな。嫁面白怖いな。あんなにウェディング姿綺麗だった。いや、綺麗、可愛かったよ。ね、綺麗で、うん、そんなこと言うんだよ。やめてって言ってやめてってでも本当に言って男女平等だから、うん、本当女の子にもちゃんと切れるからちゃんと切れるちゃんと切れるそう なんなら俺女の子が切れるダメですよ。老若男女を考えて、おじいちゃんとかおばあちゃんとかも関係ない小さいこととかむちゃくちゃじゃん。年取ってる女の人に一番切れるから俺だからほんとやばい一番切れるダメやばいやばい年の子だ。まあね。あ、ダメです。出ちゃいけないです、あなたは。表に。でも本当にやっぱさ、たまに朝さ、仕事とかで合流した時、ブチ切れてる時あるの。いやいや、朝からね。そう、で、どうしたって言ったら、駅員に対して、ブチ切れまくってて、ずっとこうやって携帯打って何してんのって、JR にクレーム入れてる。
それは何があったの？いや、そこはもう、これもなんかちょ、まあ、ざっくり言うと。ざっくり言うと、電車が遅延してて、あの、新幹線に乗れなかったのを、またかも俺が、あの、切符を買わないでここまで来たみたいな、疑いをかけられて、うん、なるほどね。で、それを2連発やられた。違う駅。うん。したらもう、2回目は、だからお前んとこの電車が止まっててお前んとこの違うでしょ、別にその人、私物じゃない、その人の私物じゃないでしょ。もう怒りが収まりきらないから、いいね、とりあえず JR に電話して、もう電話してメールして、あ、やっぱすごい一言、JR 潰してやるって言ったら、いや、やっぱり無理、この一件で無理、もうほぼ国営だから、ほぼ国営みたいなもんだからさ、大鳥の腹が立った話になっちゃった、もうそれで一歩いけるぐらいだけど、まあ、今回はですね、大鳥の魅力ですから、これは。芸能人で、まあ、ちょっと絡みづらいと思った芸能人、我々も13年やってきたでしょ。なのでやっぱりまあね、まあ待てるのも俺は多少なりともあるじゃないですか、うん、それを今日はね、ちょっと初めて発表しようかなと。はい、いいじゃないですか。形式で、まあ、我々からでいいですか、まず。はい。サイン。はい。サイン。わかりやすくいきますか。はい。はい、我々のサインは、小池健太さんです。はい。さんまさんの真似をする。さんまさんの真似をする。小池健太さん。マジですごい角度だな。はい、面白い。これは、やっぱ。さんまさんのモノマネめちゃ似てますよ。うん、で僕一回工場委員会ピンで出させてもらった時に、あの、絡んだんですけど、あの、能力、お笑い能力、はい、死ぬほど低いです。歌うまいけど。はい、歌うまい。パケットで歌うまいけど、え、あれ、日本で一番お笑い能力高い人のさんまさんのモノマネしてるじゃないですか。めちゃくちゃ似てるんですけど、お笑い能力運転のさ、びっくりするから。はい。あと銀ちゃん。モノマネしてるから余計感じるのかな。小池さん、アドリブ能力ゼロです。日本で一番アドリブ能力高い人のモノマネしてるけど、はい、原口さんのが圧倒的に似てるから、顔が似てるだけだから。顔が似てるだけ。小池さん喋るとそんな似てないです。本当に6時間ぐらい喋った後のかすれ声のさんまさんの声なの。自分は全然違うもん。自分は全然違う。で、小池さんめちゃくちゃ歌うまくて、だよね。で、100点を取るとかいうの、音楽番組というか、チャレンジ番組があるとか、それでも本当にチャンピオンになってるぐらい、歌、普段の声めちゃくちゃいい声。どうも、はじめまして、小池健太です。だって、あと、そのさ、びっくりするからでかいよ。でかいでかいでかいアントニーぐらいでかいよ。さんまさんの本当に 1.5 倍ぐらいだから。そう。まあで、俺一回出た時にやっぱり、うん、そう、ホイさんとちょっと絡んだんだけど、喧嘩とかもしたんだけど、あれ一切面白いにならなかったんだよ。マジで。で、俺とさんまさんが喧嘩して、うん、ホイさんが止めに来るみたいな。で、うるせえな、つって、お前さんまさんのもう再現 V ぐらいがちょうどいいんだよって言って、うん、結構受けたんだけど、その後リアクションも絶妙に面白くなかったね。お決まりのあのさんまさんの声。で、いや、なんか、いやーみたいな、その突っ込まれてみたいな。だから、まあ、絶妙にめちゃくちゃいい人だし、うん、もう、ね、能力が高いんですけども、いや、もうそう、はい、能力高い。能力、絶対的な能力が高いんですけど、いはい、もう絡みづらいね。なるほど、絡みづらい。はい、じゃあ僕、マテンのチーム。はい、じゃあ一応俺ら見ないでおいて、はい、あの、書き終わったらパッと見るから。はい、もう3位はもうこの方です。見ていい？はい。はい。はい、もう、大丈夫か、お前。先輩や。大丈夫か。ね、もう、マジ絡みづらいから。パックンは。マジで？パックン。もう、俺、最初、初めて一緒になったの、はい、7、8年ぐらい前やから、はいはいはい、ハモネプのなんかこう、芸能人枠みたいな。はい、で、俺、歌下手なのに、はい、ちょ、ハモネプになんか、その時ちょっとテレビ出てるからっていう理由で入ったの。うん、なんか、ハーフチームみたいな。そうそうそう。だからもう、俺はもうさ、歌下手なのにハモネプ入ってるのもボケるしかないじゃん。うん、だからクリスアートが、なんか、キャスティング取れなくて僕来ました、みたいなとか、うん、なんか、練習中もずっとふざけてたのね。うん、したら、あの、パックンに、今ふざける時間じゃないみたいな。いやリアル。その、仕事ですやん。カメラ回ってて。はいはい、練習してただけじゃなくてね。パック、このチームでやります。練習してます。本番、一ボケもしなかった。パックン。芸人にしたらパックン言ったら。パックンはもう、文化人でしょ、パックン。なんだ。厚切りジェイソンみたいなことなのかな。いや、でもパックンは別に。しかもパックンさ、めっちゃマックンに厳しいから。めちゃくちゃ説教するから。でもやっぱパックンさんもさ、まあいい人なんで、やっぱ真面目だし、めちゃくちゃ真面目だし、頭いいし、まあそういう仕事をしてるじゃん。で、まあパックンさ、そっからね、まあこう、なんか連絡先とか交換して、
なんか一時2ヶ月に1回ぐらいビリヤードしないって。そしないしないしない。鬱陶しいね。ビリヤードがね。やっぱアメリカ人なんだよね。ああまあ、ね。で、あとやっぱりそのなんかこう打ち合わせとかでもさ、まあそのハーフだらけのチームで盛り上がってきたらなんかみんな英語とかで喋るの、うん。で、なんか俺は別に会話にも入れないから、なんかもうその感じとかも俺はちょっとキモいなとか思ってて、うん、そのなんか打ち合わせの時カッコつけて英語喋ってる感じとかも。だからもうちょっとパックンは、絡みづらいね。でもなんか、りょうちゃんが言ってた、そのマックに厳しいっていうのは、うん、それなんかピンって、俺も一回だけ会ったことあるんだよ、うんうん、マックンと。時、考えてみれば、すげえ俺に冷たい目線だったけど、そのマックン側だと思われてる。マックンだと思われてる。マックンだと思われてる。マテンロのマックン芸人だと思われてる。マテンロのマックンだ。マックンだ、マックン芸人。ちょっとやっぱ冷たい目だった。気のせいかもしれないけど。ね、うん。確かに、なんか点と点が線だったわ、まあ。でも一番、あの、ま、あの、パックマックンさんをいじってるのが、この方なんですけど、うん、一番やばいのが、俺らね、あの、パックマックンさんと初めて共演したのが、あの、年末のドリームネタ合戦の時の、うん、そのテレビでネタあんまやったことない芸人みたいな感じで、うん、俺らが出て、1分ネタやったり、うん、あの、パックマックンさんが出て1分ネタやる、うん。ネタのイメージがない人がやるっていうので、うんまあ俺らもちょい滑りしたんだけど、パックンマックさんももうめちゃめちゃ滑ってた。で、その後、ね、あの、パックンがマックンを呼び出してね、めちゃくちゃ説教してた、漫才で。だからマックがネタ飛んでたんだよね。そう。そう。あの、マックが飛んでた。マックン、そう。どうやどうやどうや日本語が上手なほどマックンが飛んでで、それを聞いちゃう。あの、うん盗み聞きしてる。お前悪いやつだな。マックに切れそう。悪いやつだな。こんな感じ、家政婦は見たみたいな感じで。だからパックンが捨てマックに、え、なんでそんな日本語下手なのええー、言ってたから。なんでそんな間違えるの、ね、え、パックンの主張は全部合ってるんだよ。ただ芸人として考えたらガチガチの論破なのよ。なんかちょっと変だなと思ったネタ見てて。そしたらマックンさんがちょっとネタ飛んでたっぽくて、それパックンさんが後ろ帰ってた時にすげえ言ってたから、うんそう、それで俺呼び出されたんだから、今ね、マックンがパックに怒られてるよって言うよ、どっち、え、どっちどういう状況マックンがパックに怒られてるよって言うなよ、ここで2人で盗み聞きしてだいたいさ、今までいろんなハーフ芸人とかさ、こう見てきてさもう俺らは同期さ、あれだけど、なんか日本人側の方が強いじゃんいや、まあ普通はね、確かにでもあそこはもうこうだもんねパックン、マックンからね。無意識高いんだもんね。確かに。でもめちゃくちゃいい人です。まあ、結果いい人だもんね。最後いい人だったね。はい。じゃあ、はい、いいですか僕書いてやっていいですか、はい、まあ、これはもう合同ですけどね。じゃあ、お願いします。2位どうぞはい。はい。中野ジモンさんです。これ殿堂入りでしょはい、殿堂入り。これはもう本当に本命なんですけど、ずっと多分みんな、一回目絡む前から絡みづらい人だよっていうのは話聞いてるんじゃないですか。で、悪い人じゃないんですけど。めちゃくちゃいい人だよ。いい人。いい人だからこそ絡みづらいから、ねはい、あと、この人が絡みづらくなるのって、寺門ジモンプラス肉なんですよ、ね。なるほどね。で、我々グルメ番組で初共演したんですよ。で、その時、寺門ジモンさんとか土屋アンナさんとか俺らがいて、それぞれが、あの、お肉の美味しい店を紹介するっていう。で、あの、ジモンさんがもう説明する。まず、これがまず、ジモンさんのターンが10分か15分なんですけど、40分くらい飾ってました。一つのお店を。確かにな。はい。わかる、わかる、めっちゃわかるわ。40分語って、で、次、鬼越トマホークが違うお店を紹介する。はい、開始3分でジモンに全部取られました。そのお店行ったことあるっつって、俺らが語んなきゃいけないお店を取って、全部、プレゼンして、で、最後、あの、一番これは嫌だなと思ったのが、その、お店の人が、あの、お肉、オリジナル料理出してくれて、みんなで試食して美味しいっていうターンがあるんですけど、お店の人にガチダメ出しを始めます。うわ、すげえなー、はい。で、トータル、3時間ぐらい、2時間で終わるところ3時間以上収録して、最後の V 中に、あの、疲れ果てた僕、V 見てる最中、V のモニタリング最中に、寝てしまいましたジモンのせい。それはあなたの問題。ジモンのせい。ね、MC がノブコブの吉村さんだったんだけど、うん、V 中に寝るの、まあ、江守徹さん以来だったでもだからジモンさんはそのさ、俺もなんか何回か絡んだことあるけど、エネルギーがありすぎる。ありすぎるね。だから、もう人の変わる時も待ってられない。
多分もう入りたい入りたい。エネルギーと仕事量が合ってないんじゃないですか。もうちょっと仕事量多ければちょうどいいんだけど、ね、多分絶妙にちょっとね、うん、少ないからエネルギーがここに全部こう特化されちゃう。あと、あの、ほんと肉のプロを、ちょっとだけ知識で上回りたい。マウント欲がある。マウント、肉マウント、ミートマウント取りたい。だから、その、うん、全部自分が知らない店なんかないってことだ。そうそうそう。なんかもう、ドッキリかけたいな。なんかその、架空の店を、めちゃくちゃあそこうまいっすよね、みたいなして、ジモンさん知らないみたいな。どこどこみたいな、ね。どこみたいな。え、知らないんすかみたいな。めっちゃ流行ってますよ、みたいな。リアルに、だからその、本当にお店の人より知識とか超えてるってこともあるから、うん、それ喋りたいっていうのはわかるんだけどね。ジモンさんはね、名前出さない方がよかったもん、ね。え、マジ多分俺の中でだと、うん、多分ポストジモンさん狙ってるから。いやポストジモンさん。だってやっぱスニーカー好きじゃん。ああ、スニーカー好き。うん、グルメじゃん。グルメだね。うん、ジモンさんか、あの、木下さんかどっちか。いやいや、ポストジモンさん。いやいやいや、憧れてると思う。やめろ、どっちに転んでもじゃねえか。確かに。どっちに転んでもだし、俺昔、ね、飲んでて、木下さん飲みの場で一緒で、あの、お前ファッション好きよな、うん、友達も多いよな、お前、俺やな。急に酒冷めた俺。いやだなぁ。お前、俺がな。木下さん、松田のアントニーになるっていう。うん、しかも、一緒に行ったもんね。あの、木下さんがやってるブラシのブッカの。あ、ブッカ、ブッカ44ね。ブッカ44で、うん。普通さ、1枚ぐらいくれるじゃん。うんうん、普通に6割ぐらい取られたもん、ね。買ったからね。買ったからな。で、その後、木下さんにいただきましたって、あの、女優の子とかがあげてて、すげえ切ない気持ちになってた。でも、木下さんってね、いじれるじゃないですか、うん、今となっちゃう、まあ。ジモンさんってまだちょっとね、みんなに怖がられてるから、うん、あ確かにつかもうほんと肉を語るあの仕事でジモンさんと一緒になったらもう喋らせるしかないですよ、うん、でもまあいい人いい人いじめるって言っちゃいい人すごいでもほんと、ほんとに肉屋に説教する2はもうこれサクッとなんでいいあもういいよいいよはいもう、はい、もう見ていいですかはいゼロはい系と一緒だもんね、ジェロ。ジェロ絡みづらいの、ジェロ。海行き。一緒だけどな。一緒だよ。一緒だけど。違うんじゃないの全然違う。もうジェロはもう一番絡みづらいです。マジでもう、だジェロさんもハモネプで一緒になったけど、うん、まずね、もうこれほんと、俺が一番そんな偏見持つなよって話かもしれないけど、うん、めちゃ暗いのよ。あ、そう、やっぱそのさ、もう黒人で暗いのは勘弁してよって話じゃない。アントニーの弟とどっちが暗い？ね、俺の弟と同じくらい。相当だね。相当だね。だって、アントニーの弟は、うん、あの、あ、待てんのネタで一回も笑ったことないもん。笑ったことない。ラーメンズさんのネタでしか笑わない。いいの、シュールなのか好きな黒人珍しいのいいのよ。なかなかいないよ、ね。なかなかいない。やっぱね、もう一緒になった時暗いし、もうボソッと喋るし、なんだろう、なんか、この、もう芸人はちょっと、みたいな。芸人のこともあんま得意じゃないんだ。いや、なんかまあちょっとでも本当に内向的なんだろうね。なるほどね。うん、だからあんまガッと来られるんだよ。そうそう、だからもちろん悪い人じゃないし、いい人なんだけど、なんかもうどう絡んでいいかわかんない。で、俺はさ、今までさ、結構こう、外国人とかハーフの人とかと一緒になること多かったけど、うんうんやっぱその、俺よりも陽気な人としか会ったことなかった。はいはいはい、はい。みんな、でも唯一あの、俺よりもめちゃ暗い人だから、もうどうしていいか分からなかったの。もう二人でハモネプ前袖にいた時、もうその、やっぱ仲良くなりたいからジャブ打つのよ。なんか、本当に俺こんなあんま言わない、スタジオの中で、今日天気いいっすね。めちゃくちゃ社交辞令めちゃくちゃ。全然もう。ずっとハモネプの話してるじゃん。うん、ハモネプでもさ、基本ハモネプって仲良くならないとしんどいわけじゃん。だから激しんどかったよ。で、やっぱここにメイ・ジェイがいるから。メイ・ジェイがメイ・ジェイと一緒なのよ。メイ・ジェイがいるから。ジョイも。だからメイ・ジェイが、でも、まあ、ジョイ君もおっしゃったけど、やっぱジョイ君はもうめちゃくちゃ、まあ、日本人だからさ、やっぱ俺とジョイ君はマインドが一緒というか、ね、でもジョイ君もちょっと暗い時あるよ。まあ、まあ確かにね。そんな超パリピじゃないじゃん。だからネガティブだから。うん、で、ここにまあ、ダンテ・カーバーもいます。ダンテ・カーバーは暗いんですかどうなんですかダンテ・カーバーは、はい、まあでも物静かですね。物静か。あの、ないな、なんか、グルメの話になった時に、はい、やっぱさ、俺らってなんか焼肉とかラーメンとか聞きたいじゃん。はいはいはい美味しいサンドイッチ屋を教えてくれました。いいね。かっこいいね。さすがだね。大観山のサンドイッチ屋を教えてくれたから。かっこいいね。おしゃれだから。予想外だね。予想外だ。久々に聞いたよ、それ。予想外。やっぱり、ちょっと、一時、こう、多かったハーフタレントみたいなは、はい、もう正直絡みづらい人めっちゃいたから。あと誰か。あと、アレクね。
レックね。アレックは、アレックは、アレックは、でもクズキャラだから、アレックはクズだけど、もう本当に嘘つきだから、アレックは。アレックはもう嘘つきだから。アレックは嘘だな、ね、嘘つきだ。やっぱさ、俺らって、この、まあ、仕事しててさ、ジョイ君がどういう人か分かるじゃん。いい人じゃん。うん、やっぱ俺、唯一初めて、ジョイ君がブチギレてるの見たことある。あのジョイ君が何でブチギレてるの言ったら怒られるかもしれないけど、ジョイ君に。これしかも、なんか番組でさ、そのクイズ番組かなんかで、アレックがね、なんか、俺ジョイとはよく合コンするんすよ、みたいな。でも、この間、ジョイ、なんか、全然可愛くない子連れてきて、お会計も全部俺だったんすよ、みたいな。こいつ最低じゃないですかみたいな。トークして、で、周りもいじられて、ジョイ、そんなことしてないのかよみたいな感じだって、ちょっとまあ、でも、なんか、変な空気。変な空気。そう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 。なんか、ジョイ君のイメージとちょっと違った。ちょっとそう、確かにね。で、蓋開けてみたら、女の子呼んだのが、アレクで、お金払ったのがジョイ君だった。いや、何それ。そうそう。最悪じゃん。その場でジョイ君いなかったの？ジョイ君いたいたいた。で、その場ではなんかこう言い返せなかったけど、このなんか、スタジオの転換中に、ジョイ君が、アレクさっきの何？いや、だって本当にそうじゃんみたいな。いや、お前全然違うじゃんつって。で、なんか、いや、何がとか言って。で、なんか、アレクがなんかとぼけて、ジョイ君も、マジで頭きたんだろうね。もう、この距離で、バーンって帰って。で、ってなって。で、したら、やっぱそれを飛びに行ったのが、アジャコングさん。何してんの？大丈夫ですね。外国のパブの喧嘩だ。シシドエリカ誰よりも早かった。いっぱい男たちに出たけど、あそこがして、何？何かあった？裏切りね。アントニーもその前にいたの？その前にいた、その前にいた。だからもう、アレックが目の前で嘘ついて、ジョイ君にバーって言ったから、もうジョイ君がもうプチンってきちゃって。なんだお前。違う、どういうキャスティングなの？アレックとジョイ君と。ここが変だよ、日本人。ここが変だよ、アントニーとアジャコークって。ここが変だよ、日本人じゃないの。テリーとサトミいたのいや、でもいないのよ。でもよかったよね。サトミいないのよ、サトミ。よかったよ。そういう小競り合いあった時に、ボビーオロゴいたら一番怖いんだよ。なんか、ザコがなんかやってんな、みたいな顔で見るから、ね、スイッチ入るから、ボビーは。ボビーも絡みづらいわ。ボビーめっちゃ怖いよ。ボビー激絡みづらいわ。ボビー一番怖いんだやっぱ、ハリネズミカフェに一緒にロケ行って、どんなロケやってんだよ。やっぱ、アントニーとボビーがハリネズミカフェ。ボビー。で、やっぱ、ボビーはさ、やっぱに、笑いのシステムを分かってるから。まあ一応ね。だから、ボビーはボケなんだけど、うわぁ、うまそうだな、久々に食べたいなって言ったのよ。もう、そこの店員さん、スタッフ全員どんやっぱ、さすがに、ハリネズミうまそうだな、食いたいわ。それはアフリカンジョークだ。アフリカンジョークだ。ナイジェリアンジョーク。お笑いライブだったらウケる気がしないけど、確かにね。昼間のなんか情報番組で。みんな可愛がってる。スタッフさんもお世話してるわけだからね。どんどん引き。ボブサップは仕事したことある？ボブサップ仕事。ボブサップはどんな感じ？もうボブサップあれ人間じゃないです。もう、フィスト？もう会話とかもないから。絡みやすいとか言うんじゃない？会話ない。会話とかもない。もう、隣の小さい通訳に耳打ちされて、それをやるロボットです。もうそれ、ラップのマジかね。ボブサップあれ多分ロボットですね。あれは。感情はないです、ボブサップは。小さい日本人に耳打ちに参加されて、その通りに動いてたから。隣に博士いるんだもん。鉄人28号。裏でこうよ。博士に耳打ちされて。そう。裏でいじられて。じゃあ見ることが戦った時もあれもずっと。あれも、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 いや、いつも社長、ちょっと番外編でオートにブチギレ。ブチギレじゃないけど、オートにの。一人だけじゃ、まさかの。武井壮さん武井壮さん武井壮。なんでいや、これね。多分、もしかしたら総務部違うかもしれない。そうが。総務部、その、草壁いらない。はい、武井壮さん。これね、そうそう。これね、なんで嫌いとかじゃないんだけど、俺も何回かしかったから、一回だけ一緒にロケさせてもらって、それからアッキーナさんがいたの。アッキーナね。浜口さんの。俺、アッキーナ、ほんと、高校生の時からすっごい好きで。そんなこと言ってたの？ずっと言ってた。ずっと、なんなら、その、芸人になって、アッキーナと仕事するのが夢ぐらいの、ぐらい好きだったの。で、初めて仕事一緒になるみたいになって、で、なんかもう、途中ボケっぽく、それも、なんか、言ったりとかしてたの。アッキーナ、なんか実は好きで、誕生日とかも知ってるみたいな。まあ、夢が叶いましたみたいな、言ったら、なんかずっと、多分、良かれと思ってやってくれてんだけど、なんかこう、じゃあ、アッキーナの好きな食べ物はアッキーナなんとかはみたいな。え、本当に好きなの、うん、怪しいな。とか、ずっとやられて。で、それであったくて、まあ、そこが面白くなって。で、その時ありがたいなと思ったら、俺も美味しくしまって。でも、冷静に楽屋戻って考えたのが、あれ、武井壮
後輩じゃないと思って。いやそういう概念で人生の、まあ、人生の先輩では芸歴は芸歴は確かに。だってその世界って芸歴でしょ。まあね、芸歴じゃないし。まあね。いや芸歴で思ったの。芸人でしょ。芸人まあ一応でも極楽の山本さんとかとね仲良くしてたから。あれと思って、後輩のくせになんか挨拶もしてない人って。あんま芸人の中でいないの。武井壮後輩だと思ってる人。そういう概念ないのよ。そう。なんかあんまその後輩にいじられたのすげえムカつく。いや、後輩じゃないじゃん、概念の。後輩じゃない。でもやっぱね、俺忘れもしないけど、こいつもめっちゃやばいのが、最後、まあ、ロケ終わって、もう一番最後の最後に、もう勇気振り絞って、アッキーナに写真撮ってもらったんですよ。ああ、好きだからね。で、なんか、あ、いいですよ、つって、ポッケから、多分ずっと用意したのよ。携帯出して、そのまま、捜査に渡したのよ。お願いします。それ一番やばかったけどね。いや、後輩だから。後輩だから。しょうがない、後輩だから。後輩だから写真撮るの当たり前ですよね。110の後輩だから。110の後輩だから。だから、なんかまあ、いい人だけど、まあ、当たっていい人だけど、ちょっと、その後輩ってこと忘れてないっていうのは、じゃあ1位いきますよ、ね、ま、僕の番外編いらないですか、はい、もうすぐ終わりますけど。でもこれ尺もう尺もいい。これ2本もう1本1本。あ、じゃあ僕の番外編はまた別の動画でね。はい、はい、我々の1位はこちらです。おー、同じです。え、そうだよね。1位は夫人です。え、1夫人、1夫人、すごくない。うわぁ、1夫人、1夫人です。あ、一緒一緒、出ましたね。出た。いや、いや、そりゃそうよ。そうなんだ。第1位よ。芸人が絡みづらいと言ったら夫人でしょ。夫人です、間違いないです。俺、出川さんすごいなと思うわけ。確かに、ね。できるで、あんだけ絡んでるわけじゃない。確かに。まあ、僕らはまあちょこっと言ってるけど、うん、まあ、テレビ東京のおととしクイズ番組があって、うん、そこで喧嘩をしてくださいと言われて、で、止めに来るのが、まず猪瀬直樹さん止めに来ましょう。ね。言いづらいな。で、猪瀬直樹さんの文言も考えておいて、うん、大丈夫ですか、猪瀬さんにこの喧嘩のこと伝わってますって言ったら、うん、もちろん、もう止めに行くって言ってますと、うん。分かりましたって言って、いざね、俺がバーって喧嘩したの。はい、そしたら、全然止めに来ないのよ。で、パッと猪瀬さんの見に来たら、普通にこうやって見てるわけ、猪瀬さんがね。これね、もうちょっとイライラしたな。もう、何これみたいな感じで。でもさ、来るの待つしかないから、喧嘩バーってやったら、本当にデヴィ夫人が止めに来て。うん、あなたたち何やってんだよって普通に怒られて、いやって言って、これ喧嘩のネタなんです実はって言ったの、うん、そしたらまあ夫人が、いやネタだとしても喧嘩の尺が長すぎるっつって違う方で切れられて、うん、マジで滑ったので放送見たら全カットになったの、もちろんね。で、まあ、そっからやっぱりデヴィ夫人になんかいろいろ質問とかしても全然もう Q&A うまくいかないみたいな感じで、デヴィ夫人と俺らの絡み全カットなんですよ、本当に。そういうのがちょっとあったんで。いや、あんまり ね、得することはないけど、俺はその、何があったわけじゃないけど、何回絡んでもうまくいったことがないし。夫人でしょ？本当にね、一回そのなんかさ、記者会見系のなんかイベントのあるじゃん。はいはいはい、制作発表みたいな。で、なんかさ、最後さ、みんなでこういうちょっと長いパネルみたいなのを、うん、なんかこう持って写真撮りますみたいな。最後のやつね。最後。で、なんか俺がこう普通にね、作戦に渡されてこうやって持ったの。したら多分その位置が身長がさ、合わないから高かったんだろうね。うん、あんたバカじゃない？そんな高い位置合わないでしょ。何にもできないのねって言われて、ってやるから。言うな。なんでここまで。オートニーみたいなこと言うなよ。なんでここまで。珍しい。俺は、まあ、こんなこと言わないもん。アテンローって何？お年寄りの女性に優しくないんだよ。おばあちゃんだね。だってただ渡されたものを持っただけよ。はい、で、夫人がやってきて、そっから俺も夫人の高さに合わせるのに、何こんな高い位置で下げて、バカじゃないの。なんもできないのって言われて、その、俺が何できる、何ができないとかさ、知ったあれもないし。その時あんたに何て思ったの？え、まず、ダメだろ。思ったのはさ、結構お金持ってるわけじゃない、うん、なんでこんなにテレビ出んのかな。いや、俺思ったんだけど。目立ちたがり屋だな。お金持ってる、別に仕事もさ、結構まあお年寄りだしさ、うん、しなくてもいいわけじゃない、うん、なのになんか、すごいテレビに出るじゃない。だまあ、栄光欲というか、そっちなんじゃないの？ちょっと構ってちゃうみたいなとこあんのかな。だから多分、その聞いたことはないけど、バラエティ出るのは大好きなんだよ。まあそうでしょう。まあ確かに面白いしね。まあね、大きな、だから僕らと出川さんのスキルの差が違う。まあそう、結局ね。まあ、結局デビさんっていい人だからね。いい人。本当に。え、で、まあ、デビさん自体は。デビさん自体はすごくいい人。デビさん自体はすごくいい人。してる。だって俺らが人間として、そうで終わるらが前提としてね。でもさ、この
6人挙げて、やっぱその絡みづらい人の共通点、やっぱ健康だよね、この6人。ああ健康がゆえに、うん、なんかエネルギーが有り余ってバイタリティがすごいね。そうだね、確かに。全員頭いいんじゃない？頭いい。ジモンさんも。ジモンさん、デビーさん、そうですね。小池さん以外頭いいけど、小池さん以外ね。ああ、うん。最後に言っておきましょう。この人たちは、今日はね、ちょっと絡みづらいとか言っちゃいましたけど、実際どうなんですか、皆さん。いや、いい人です。いい人です。はい、いい人なんです。俺らが人間として終わってるから、はい、そう思ってしまうだけだ。僕らはちょっと面白おかしく喋らせてもらいましたけど、うん、その時、正直な話、ここで出せる人って、本当にいい人ですから。うん、本当に嫌なやつは、まだみんな胸の中に、胸の中しまってますね。そんなやつの名前も出したくない。出したくない。そいつがちょっとでも世間の目に触れさせたくないっていうね。そうなんです。ここに出す人たちは、うん、いい人でネタにさせてくれた人っていうことで、うん、はい。まあ、本当に嫌な人はまたね、自分の、まあ、オンラインサロンとかで、はい、発表しますので、はい、本日は以上です。ありがとうございました。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな、俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。